こんにちは。皆さん、ご機嫌いかがですか？どうぞよろしくお願いいたします。今回取り上げるニュースはこちらです。今日ご紹介するのはデイリー新潮で小室圭と眞子さんのニューヨーク生活で外交機密費や日本の警察官が出向し、デコムロ夫妻の自宅周辺を毎日見回りしていることを報道していまし,ていましたが、週刊新潮にさらに詳しく書かれていました。 まず小室圭の司法試験の日の服装にも少し言及していて薄汚いでニムシャツと報じられていたことを改めて紹介していましたねお腹が太ってきていることに関しては不健康そうに見える贅肉がついて胸毛のこともディスられていましたバーダース・ベイダーの靴で日本を出国するときもダース・ベイダーのシャツを着ていたから相当好きなんでしょうね人生の節目にはダース・ベイダーを身にまとうの別れなりのこだわりなんだろうと書いていました まあただ表情からも分かるようにおそらく落ちているだろうということですね。まあでも実際に試験を受けていたら絶対に試験会場から出てくる瞬間を撮影しているはずですからね。会場付近に出没させて受験したと言い張れる状況だけが欲しかったのでしょう。受験を断念したって言ったら莫大な費用が使われて留学は何だったのとなりますよね。それで反発は免れないだろうし受験資格がなかったのではとも突っ込まれる原因になりますよね。 だから受験したけど不合格だったが一番都合が良かったのでしょう小室慶はどうせ勉強するはずがないですよねその証拠に勉強して受かっても h1b ビザの取得できる確率は50%以下なんです50%ない弁護士資格を取得するために3年間必死に勉強しますかそんなアホはいませんよねほとんどの人間がそんな無謀な挑戦はしないでしょうつまり受験していないのに受けたような写真を撮りたいから出てこいと言われて不機嫌そうな顔をしていたのでしょう 落ち込んでででいたわけではななななく単なる不機嫌な顔なのでしょう。小室圭にニューヨークに拠点を作ってもらいたかったとか言ってましたがもしかすると眞子さんの本当の狙いは女性みや宅だったのではないでしょうか実は以前紹介されていた記事で眞子さんは結婚して皇族ではなく特別職の国家公務員という形で女性みや宅で働くということですこれが王女ですね眞子さんは結婚後も王女として皇室にとどまるつもりだったのでしょう ただいいとこどりで一般人でもあるからどこにでも行けるし穴行きの映画鑑賞と、か自分で作り上げた謝礼公務だけ参加してお小遣い稼ぎをするということが狙いだったのでしょう。はじめは軽電化も考えていたのでしょうが、それが無理になったから王女という案を急遽出してきたのでしょうね。でもさすがにここまでニューヨークでの生活が問題視されたら、たとえ今から女性宮家ができても眞子、ま、さんは対象外にするしかないでしょう。 小室圭は3年間ニューヨークにいて拠点なんて全然作っていなかったわけです。自力では何もできないから外務省におんぶに抱っこで司法試験を不合格でまたウィスコンシン州にするかどうかで困らせているわけですね。小室圭に拠点を作ってくれとお願いしたわけではなく外務省にお願いしていただけってことに今頃は多少は気づいているかもしれませんね。女性みやけができるまで外国に行ってなさいと言われたのかもしれないけども眞子さんも焦っているかもしれませんね。 外務省はこの無駄な税金を返してもらいたいたですね。例えば小室圭と眞子さんや秋の宮家の税金無駄遣いをする様子をネットフリックスとかでドラマ化したりとかしたら視聴率も高いんじゃないですかねそのお金で無駄な税金のうちいくらか回収できるのではないでしょうかバードラマは楽しいかもしれないけどもそれに使われた税金が高いというのがちょっと見ていて腹立つかもしれないですけどね ちなみに警備費用に関しては日本の警察官も見回りをしていますが24時間体制も無理だし現地の警備会社に見積もりを取ったようです時間給として1人5000円からいけますがかからっちに追われるリスクなどを含めると時間給8000円は必要なようですそれが警護対象者が元皇族ともなると身の代金とかの可能性も浮上するから側近警護代となるとさらに上がり1万2000円で2名でそれが1ヶ月確保しなければいけません さらに車両代とかいろいろ含めると月額7000万円は超えるということですバーミの白金とかそこまで警備をつけなくても4000万円ぐらいに月額必要なようですまあこのお金を外交機密費で処理するということですねしかも補正予算で外交機密費が8億円増額されていることからおそらくこのお金だろうと言われていましたね外交機密費は内容を開示しなくていいですからね ただ2001年には外交機密費で外務省幹部が不正、流用が発覚して詐欺事件として逮捕されたケースもあるようです。悪いことをしたやつは逮捕してほしいですね。ああ、秋の宮川は眞子さんだけでなく悠仁さまの方もこれからどんどん情報が漏れてきそうですからね。 ちなみにこないだ筑波大附属高校の合格者から過去最高の辞退者が出たと言われて、いましたがそれとは逆に学習院日本語文学科の2022年の受験者数は昨年よりか130ぐらい増えているんですよね。少子化の時代に愛子さまが所属する学科だけ大幅に増加しているんです。久さまの真逆の結果になりましたね。久さまが入学が分かった途端に辞退者が続出したわけです。 通常なら自退者は70人未満ですが91人が現時点で自退していました。筑波大附属高校の入学者選抜状況は毎日数字が変わっているのでこれが増えるごとに自退者が増えているものだと思います。前回見た時は145人が合格となっていましたが今日見たら158人合格となっていました。つまり自退者が増えて合格者を増やしているのかもしれませんね。 だから前回が91名自退者だったから現在の自退者数は104名に増えているかもしれません一方の愛子さまの方は定員110名で昨年より130名も受験者が増加しているんですこれは国民に敬愛されている証拠でしょう久仁さまは国民から嫌われている証拠でしょう本来だったら自退者はゼロでもおかしくないはずです将来の天皇になるかもしれない人と一緒に学校生活を送れるかもしれないのですよ 多少規制された生活になっても全然大丈夫という生徒がいてもおかしくありません。それでも自体者が続出するということはズルをする久人様と一緒に学校生活を送りたくないということなのでしょう。学習院を選ばなかった理由もブーメランですね。記事によっては秋篠宮様が学習院を選ばなかったのは桜友会という同窓会組織で不正なお金の流れがあったりしたから学習院離れとか言ってましたよね。学習院離れなんて起きていませんよ。 愛子さまの学科はめちゃくちゃ受験者が増えているんだからむしろ学習院を希望する学生が増えたということを意味しているんですもちろん久人さんが学習院を受験していたらそれこそ学習院離れにつながっていたかもしれないですけどね学習院離れではなく秋篠宮家離れだということがはっきり分かったわけです秋篠宮家のせいで国民の皇室離れが深刻なんですよ ビヌーテンというドイツ語圏の無料新聞では140万人以上の視聴者がいますが久人様のことをイカさま天皇称号を受ける予定と書かれていました作文盗作でイカさましたからですねやはりヨーロッパは著作権に厳しいのが伝わってきますね市演ちなみに武田久司康さんは1月の動画では愛子天皇大暴論が国を滅ぼすという竹内久美子さんの新聞の記事を紹介して全くその通りだと発言していましたね本当に間抜けな人ですね 武田久志康さんはイカ様天皇になってほしいようです。バー皇室の話題を語るのは旧宮家の人間だからわかりますがそれならせめて天皇誕生日におめでとうございますとか祝いよと言いたいですね。ツイッターでも何でもイカラおめでとうの一言ぐらい言ってもらいたかったですね。後遺継承問題については次の後遺継承者は久人様で揺るがせにしてはならないと言われていましたが改めて揺るがせを調べてみました。 そそししたらるるががせとととは物事をいい加減にして奥様かかおろうう言葉があるようで悠仁さままでの皇位継承を「がせにしてはいけない発言がありましたよね。あれは今のところ悠仁様が次の皇位継承者といい加減な状態になっているけどもこのままいい加減な状態にしたらダメだよねということを発言しているのです。これについて悠仁様で次は決まっているかのように報道されていますが悠仁。 様のいい加減な状態にするのではなく愛子さまにするのかどうかしっかり決めましょうという意味の方がしっくりくるのですまあいい加減な悠仁さまにしてはならないという意味に個人的には聞こえましたが秋篠宮家というゆるがせみ宮家に対して国会議員はガツンと言ってもらいたいですねちなみに悠仁さまの東京大学進学についてもフライデーで記事になっていましたね東京大学というのは親子で必死に競争を勝ち抜いてきた人々がさらに上を目指してや てくる学校で久人様が入学されたらさらに批判が上がるでしょうと書かれていましたまあただこのチャンネルでは久人様の進学先は東京大学ではなく国際キリスト教大学だと予想しているんですけどね東京大学は女性も少ないしこれまでお茶の水とか女性が多い学校を選んできたのも女性を見つけるためでしょう国際キリスト教大学は基本的に女性が2で男性が1ぐらいの割合だから積極的な女性が多いのでしょう まあ一言で言でえば眞子,、ね、子さんは女性が多い大学の中で男性から声をかけてきたということで貴重なチャンスと捉えたのかもしれません佳子様は自分から声をかけるタイプですが眞子さんはそこまで積極的に男性にアタックする方ではないでしょうからね相手からアタックされてしかも相手が海の王子ということで運命の王子様と勘違いされたのでしょうまだ勉強代を払い続けていますがいつになれば目が覚めるのでしょうね 大魔はアメリカでは睡眠促進にも使われているようですが、眞子さんは深い眠りについてしまったのでしょうか。早く目覚めてもらいたいですね。大体、皇族の女性が結婚するときには相手の家族と一緒の写真とかそういうのが存在するのですがよっぽどヤバい家族と結婚したから、もろか家族と一緒に写っている写真が一つもないですよね。まあ、それだけがゆくゆくは救いになるのではないでしょうか。一枚も国民の前に出せる写真がないというのは異常だと思います。 もう早く離婚してとりあえず無駄な税金を少しでも減らしてもらいたいですね。そして悪いことをした人はみんな逮捕してもらいたいですね。あなたは誰が最初に逮捕されると思いますか最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも皇室の気になるニュースをお届けしますのでチャンネル登録をよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。